釈迦三尊は仏教における仏像暗地の形式の一つである。アスカ文化を代表する彫刻で法隆寺にある本尊、聖徳太子死後の623年に、日谷美子たちが倉作りの鳥に作らさせた。釈迦如来像を中尊とし、その左右に両脇地像を配した像像、暗地形式を釈迦三尊と称する。 両飽き字として廃される尊蔵の種類は一定ではなく、文字菩薩と、普賢菩薩、梵天と大釈天、薬王菩薩と、薬状菩薩、金剛種菩薩と蓮華種菩薩などの例がある。金剛種、菩薩、蓮華種菩薩を廃する例は、インドのアジャンタークス群第一窟などに見られる。日本では、左は飽き字に、騎士の文字菩薩、 右脇地に上像の普遍菩薩を拝する例が多い。法隆寺近道に安置されている釈迦三尊像の脇地は、次伝では、薬王菩薩、薬城菩薩と称している。なら、幸福寺の中近道の本尊釈迦如来の脇地像も、薬王、薬城菩薩と呼ばれている。幸福寺の薬王、薬城菩薩像は、元は、同時西近道の本尊釈迦如来像の脇地だった、もので、 元尊像は、鎌倉時代の最高像であるが、奈良時代の西近藤宋賢治から薬王、薬上菩薩像が安置されていた。上記は、ほとんどの仏教宗派における釈迦三尊像を記述したのであるが、鎌倉新仏教のうち、禅宗、日元宗では、教義によって全く別の形式をとる場合がある。以下に記述する。一人の人間としての釈迦を重視する、臨済宗。 曹当州、大幕州の全州各派では、釈迦如来の脇地として、菩薩ではなく羅漢を拝することがある。この場合、大仮称尊者、阿南尊者を拝し、十代弟子、十六前身、十六羅漢などが、随従することがある。作例としては、江戸時代に多く、江戸初期の大名だった、東道高虎が造営した、釈迦三尊像に十六羅漢が随従する。 京都南禅寺三門城の江戸初期の像などがある。また、江戸後期に、将軍岩行が明朝様式を取り入れて彫刻した、東京都目黒区の五百羅漢寺の像は、釈迦三尊像に五百羅漢が随住する異例の像で、あり、東京都有形文化財に指定されている。ありがとうございます。